視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。珍しく真っ昼間に動画を撮ってまして、日の光の加減でものすごく変なところからライトアップされてるんですけれども、今日は久しぶりにファッション企画をお届けします。まあね、これどこに需要があるか全然自分自身でも分かってないんですけれども、もしかしたらこういうことを続けていけばいつかファッションリーダーになれる時が来るんじゃないかと、いうことで、たまにやっております。まあ本音は僕服にお金かけるのすごく嫌で、服買う時すごく辛いんですね。これに1万円これに2万円みたいな、感じでいつもこう泣く泣く服買ってるんですけれども、そんな気持ちで買ってる服誰かに見せびらかしたいじゃないっていうところが一番の動機です。ということで今回購入したのはこちら、じゃーん。以前も動画でご紹介したサイクルアパレルブランドのラファのジーンズです。年末セールやってまして、セール価格で購入しました。まあ、セールといってもジーンズに関しては特に型落ちとかそういうのあんまないので、お得な買い物だったかなと思います。早速見ていきたいと、こうパッと見はねなんてことないジーンズですよ。ちょっと色濃いめかな。一応インディゴデニムっていう名前なんですけど、紺って感じ。まあ僕男はジーパン履いてりゃ OK だろって思ってるんで、もう一本ねジーパン買ったらもう毎日それしか履かないみたいな感じなんですけれども、このデニムパッと見は普通のデニムと変わんないんですけど、実はいろんなところに細かい細工があって、さすがサイクルアパレルブランドと、うなるところがたくさんあります。ちょっとご紹介したいと思います。まずはですね、あ、まずロゴね、一応こんな感じでラファっていう風に書いてあります。一番はこのね、裾を折り返した時に出てくるデザインですね。こんな感じでピンクの視認性の高いラインが出てきます。でもってこれをもっともっと折り返していくと字がね見えてくるんですよ。裏にラファって書いてあるんですよ。こんな感じ。まあここまで見せれば、実際はねこんなに折り返して使うことないですけど、こんな感じでラファっていう字が出てくると。なんでこんなデザインがされてるかっていうと、自転車に乗るときに、長ズボンの裾の部分って、チェーンと当たってしまって汚れちゃったり、こうすって擦り切れちゃったりすることがあるんですね。なので、七分だけのズボンとかがすごく多いんですけれども、このジーパンを折り返して、七分丈とか六分丈ぐらいの長さにして、そうするとラファの文字が見えるよっていう、そういうデザインなんですね。あとは若干ストレッチが効くような素材になっていて、普通のデニムとは違いますね。どっちかっていうとデニム風のズボンって言った方がいいかもしれません。でラファの洋服何がいいかって、誰も見ないとこなんですけど、服のね裏側の表示とかがねすごく可愛いんですよ。どういうことかっていうと、このね中にこれは、なんていう商品の、何センチのやつで何々ですよみたいな説明が、こんな風に刺繍されてるんですね。これがねすごく可愛い。何買っても大体こんな感じになってて、この服の誰にも見せない裏側に可愛いデザインがあると。これね、あの洗い方気をつけてくださいねみたいな表示も、すごく可愛く印刷されてる。こういうとこがまあ高い、まあ、高いって言ってもそんな高くないんですけど、まあ安物じゃないっていうとこなのかなっていう気がしますね。で、あとはそうだな、縫い方とかが多分丈夫にはなってるなと思います。この辺のなんか横の部分とか結構強めに縫ってあるなっていう感じしますし、まあそんなもんかな。で、僕実はこのラファのジーンズですね、前にも買っていて、その前のモデルもあるんですね。
で、これ開けてみて気づいたんですけど、結構マイナーチェンジされてるんですよね。僕今履いてるのがこちら、もうだいぶねよれてるんですけど、こっちはねこうピンクのステッチがわーって入ってたりとか、で後ろのポケットのデザインとかも微妙に違いますよね。ここにこう秒があったりなかったりみたいな。あとはそのこのタグの部分のカラーも違うし、このねベルトループの謎のこう白い素材、これは僕あんまり気に入ってなかったんで、これは今回なくなったんでよかったですけど、色もまあ履き潰してるからこう全体的にこう色あせてるってのはあるかもしれないですけど、2本比べるとだいぶ違うかな。まあこのね謎のライティングでわかんのかっていうところはあるんですけど、前のモデルも折り返すと文字が見えるよってのは変わらなかったんですけど、この文字の部分の色が変わってますね。多分ね前のモデルはここがリフレクターになってたんですよね。光が当たると反射するみたいな、もので書かれてたんですけど、もしかしたら、この新しい方の文字っていうのはリフレクターの機能がなくなったのかもしれないですね。ちょっと機能的には落ちてるのかな。ただ、普段使いでは使いやすいような、ちょっと落ち着いたデザインになったっていう感じですかね。ほとんど同じものが来るのかなと思ってたら意外と細かいところ違いますね。このラファのジーンズ、まあ、僕見た目はすごく気に入っていて、かっこいいなと思うんですけど、1点ね残念なところがあって、素材がストレッチの効く素材になってるよみたいな話をしたんですけれども、やっぱね特殊な折り方されてるっぽくて、破れ方がねちょっと不自然なんですよ。このねかなり1年2年間ぐらい履いてたかな、このねあの股の下とかがこう破けてる、裂けてるんですけど、とかあとポケットの部分とかこう破けてるんですけど、破れ方がかっこ悪いんですよね。普通のジーンズってなんか穴あきジーンズ、ダメージジーンズとか言ってこうボロボロになっても様になるみたいなところあると思うんですけども、ラファのジーンズに関しては、まあ、擦れてきたり破けたり裂けたりしてくると途端にみすぼらしくなるっていう、そういう、弱点はありますね。なのでもし購入を検討されている方いましたら、そこだけ注意してください。で、このラファっていうブランドはイギリスのブランドなので、この商品もイギリスから直接送られてきたんですけれども、まあ、海外から来る荷物っていうことで、あの普通のこうヤマトとか、佐川とかじゃなくて DHL っていう、宅配便の、業者から送られてきたんですね。で僕最初に来た時こう不在で受け取れなくて再配達のお願いをしたんですけれども、その再配達のお願いの仕方がすごくスマート、日本のまあ黒猫ヤマトとか佐川とかに比べて、メールが届いてもうアクセスしたら簡単にその再配達のページに飛べて、日時の指定も簡単にできてみたいな。で、ちょっと申し訳ないことに再配達でお願いした時間にもまたちょっとこう予定が変わってしまって家にいられなかったんですね。ちょうどもうちょっとで家に着くんだっていう時に、もう一回あの DHL の方が来てたみたいで、携帯に電話があったんですよ。多分家の前にいるけどいないから電話したってことだと思うんですけども、その時電車の中にいたので、電車の中で電話出れないなっていうことで、iPhone って電話が来てこう拒否すると、ショートメッセージで今電話に出られませんとか定型文を送ることができるようになってるんですね。僕今まで使ったことなかったんですけど、それやってみたんですよ。 DHL の人に、今出られませんっていうのを送ったんですね。そしたらなんとその配達員から、ショートメッセージの返事が来まして、明日の午前中でいいですかみたいな返事が来たんですね。なんか超フランクと思って、普通黒猫ヤマトとか佐川とか配達員が携帯使ってお客さんとメールのやり取りするなんてことは多分許されてないんじゃないかなって思うんですよ。僕はしたことないんですね、まあ、もちろんその DHL の配達員の人が使ってる携帯っていうのはもう会社の携帯だと思うんですけれども、なんかその辺すごく融通が効いていいなっていう風に思いました。で、無事
今日の午前中に受け取れまして、受け取りの時のサインもスマートフォンも提示されて、ここに指でサインお願いしますみたいな、最近ちょっと増えつつあるあの電子署名のスタイルですね。でそのまたスマホがね、モトローラのねおしゃれなスマホだったんですよ。なんか DHL かっこいいな、クールだなって思ったっていう、こぼれ話でした。ということで、これから1年間2年間ぐらいは僕はほぼ毎日このラファのジーンズを履いて、街に繰り出すことになると思います。見かけた際は、あ、これ動画で紹介してたジーパン履いてやがるぜなんていう風に思っていただければ、嬉しいです。まあ、別に嬉しいのかな、わかんないけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。